これもすんなりとゲートに収まってカカリンが離れますスタートしましたほぼ揃いましたさあ先行争い何が出てくるか中からロードプラチナム外からトキオアクセルが出てまいりましたトキオアクセルそして中から押して8番のキングデールも先行してまいりますムチが入ってホットシークレット3頭が前へ行きます2馬審査東海ポイントさらにその後2馬審査マチカネ金の星が早くも5 5番手の位置になります あとは7番のビッグバイキングさらにその後ロードプラチナム内から末広コマンダーステイゴールドさらに外を回りましてトシザブイ内からは名将バチカンといった体形。 1>, 1コーナーのカーブ左へ切っていきましたまず先頭に立ったのは2頭ホットシークレットと特急オアクセルや,やややり合うような感じになりましたその後は123馬身開いています8番のキングデールが3番手あと1馬身半差10番の東海ポイントに待ち金金金の星外から並んでいったあとは2馬身切れて4番末広コマンダーが追走していくあと1馬身半から2馬身開いて7番のビッグバイキングが追走内からはロードプラチナムさらに1馬身半差ステイゴールド中段の位置になりますさらに 名称バチカンが打ち、その外からは都市ザブイ。あとは12番のロング開運が追走していきます。5番のメジロアトラスが。 後方から現在3投目の位置あとは4馬身切れてテナシャスバイオさらに3馬身ぐらい切れました最後方1番のジ山とといった体型で早くも3コーナーのカーブの手前に入っています先頭に立っているのはホットシークレット10バシぐらいの差特をアクセル2番手残り1 0 0 0ルを通過また12、3馬身開いていますキングデールが現在3番手あとはマチカネ金の星東海ポイントさらにセイヒロコマンダーさらに外をつい っっていったのはロードプラチナムさらにその外からはトシブイが動いていったさらにその外をつきましてステイゴールドも中段から仕掛けていった。 さあ前は4コーナーのカーブに入っていますさあ先頭、ホットシークレットまだ10馬身のリードへ残り600を通過さあ2番手、懸命に時空汗で粘っているがその後と町金金の星、現在3番手急速に迫ってまいりました4コーナーのカーブから直線へさあホットシークレットリードが7馬身で直線を向いている2番手争い時空星に外から町金金の星末広コマンダー年下部位と殺到してきたさあ先頭はホットシークレット坂を駆け上がってくるがみるみる差がなくなった中からステイゴールド中からステイゴールド 内からロードプレッジタブそして外から街金の星200を通過さあステイゴールドか街金金の星外から聖広コマンダーだが先頭はステイゴールドステイゴールド一番ンドリード初優勝ゴールインやりましたステイゴールド2年8か月ぶりの勝利が嬉しい重賞初勝利